はいどうもピンハゲです。はいどうもピンハゲです。はいどうもピンハゲです。はい、本日はね、コメント欄にて質問がありました。ツーフィンガーのピッキング時に中指と人差し指のピッキングの時の音が違うと、変わってしまいますという、コメントがありましたので、今日はね、ツーフィンガーでピッキングする際の、音質を揃えるコツというものを話していこうと思います。で、ツーフィンガーでピッキングする時って、中指と人差し指で交互にピッキングすることが、多いです。なので、人差し指でピッキングするときと中指でピッキングするとき、音量とか音質を、同じにするということがとても大事になってきます。これを怠ってしまいますと、どうしても8ビート弾いているのに4ビートっぽいビート感になってしまったり、はたまた狙ったところでアクセントというものがつきにくくなってしまったり、いろいろと支障が出てしまいますので、なるべくこの2本の指で同じ音を出せるように意識する必要があります。で、人間というものはね、一人一人ね、体格も違えば身長も違うし、体重も違うと、一人一人ね、備わっているスペックが違いますので、当然ですが、この中指と人差し指の長さの違いというものに違いがあります。なんて言うんだろう。この人差し指と中指の長さの違いに違いがあります。というんでしょうか。なんて言えばいいんだろう。例えば僕で言うと、まあ大体指1本分くらいの差があります。差が、こんな感じですね。こんな感じの差があるので、で、人によってはね、本当に全く同じ長さの人がいたりとか、はたまたすごい、人によってはすごいこう長さの違いが出ていたりと、かなりね、個人差があります。なので、ツーフィンガーのピッキングフォームって、プロのベーシストたちの演奏を見てもわかるんですけど、結構皆さん違っていますよね。で、その理由としてはやっぱりこの作りが違うということが一つ挙げられます。はい、それでは具体的にどのようなフォームにするのが好ましいかという説明ですが、まず右手をピューンとね、真下に伸ばして、ピューンと伸ばして、次に力をフィュンって抜きます。で、この状態でそのまま、ピックアップの上に親指を乗せて、で、このフォームのまま人差し指と中指がどちらも弦につく角度というものを探します。で、僕の場合はこんな感じの角度になりますね。こんな感じの角度になります。で、これが正しい右手のピッキングフォームになります。もう一度やってみます。力をピーンと入れて脱力したまま親指をピックアップに乗せて、人差し指と中指どっちも弦につく角度で、僕の場合は、このくらいですね。このくらいになってしまうと、弦と垂直に当ててしまうと人差し指が弦に当たりません。僕の場合は弦に当たらないので、いい具合の角度にしてこう当たるようにすると、こういう感じですね。僕の場合はこの角度です。こうすることでね、中指と人差し指の同じ箇所でピッキングするフォームがまず出来上がりました。ここですね。で、これができていないと、中指と人差し指で違う箇所で弦をピッキングしてしまうことで、音質に差が出てしまうということになります。で、もう一つのコツがあります。で、理屈的にはですね、弦をピッキングする際に、ここをピッキングした際と、ここをピッキングした際、大げさに言うとですね、音っていうのはやっぱり違ってきます。具体的にどういう音の差があるかというと、こちら、がっつりフロント側ピッキングした際。という音になります。で、がっつりリア側の。で、このようにフロント側はすごい丸っこい音が鳴る反面、リア側はすごい硬い音になります。で、この理屈で言うと、この2本の指でピッキングする際、たとえこの距離であれ、音質は若干変わってしまうという理屈になるわけですが、この弦のピッキングするこの距離ですね、この2本の指のこの距離が短ければ短いほど音質の差というのはなくなるということになります。なので、先ほどのフォームで構えた際に、こういうフォームになったらダメです。大げさにやるとこういうフォームになってはいけないということになります。なるべく2本の指を近づけた状態で、ピッキングします。といっても、2本の指をがっつりこうガチッて下をピッキングするとすごいピッキングしにくいので、あくまでリラックスした状態で行うということが大事になってきます。はい、いかがだったでしょうか。今日はちょっとね、すごい細かい話になってしまったと思うんですけども、ツーフィンガーはね、やっぱりベースのテクニックの中では、すごい最も基本的な、テクニックである反面ですね、深掘りしていくととても奥深いテクニックというか、今日説明したやっぱりこう、フォーム一つにとってもそうですが、シンプルゆえに、やっぱり一人一人のね、ベーシストの好みとかがすごい出やすいテクニックですし、音にもね、音もすごい一人一人やっぱり違いますので、ツーフィンガー、たった2本の指のテクニックですが、これをね、徹底的に深掘りして鍛えていっても面白いのではないでしょうか。はい、それではね、引き続きコメント欄にて質問等ありましたら、お寄せください。見てまーす。では、さようなら。